カルビン・ハリスは、スコットランド出身の音楽プロデューサー、DJ、シンガーソングライターである。マイス・プリースで、自身の楽曲をアップロードし、注目を浴びた。カイリー・ミノーグや、リアーナ、ニーヨ、ケシャといったミュージシャンの楽曲をプロデュースした経験を持つ。代表曲は、2011年に発表した、フィール・ソ・クローズで、全米シングルチャートにて、最高12位まで上昇した。 また、リアーナのシングル、We Found Love にフィーチャーされ、8週間連続、計10週間全米1位を誇るなど、世界的に有名な DJ の一人でもある。1984年1月17日に、スコットランドのダムフリースにて生まれる。子供時代は、サッカー選手のスティーブ・マクモナマンに憧れていたが、自分はサッカーをプレーしなかった。彼のようなカーリーヘアを持っていなかったからと、 冗談で語っている。ミュージシャンとしての道を本格的に歩み始めたのはまだ彼が10代の頃だった。その後、デモ制作などで着実に知名度を上げていき、2006年にソニーミュージック参加のコロンビアレコードとの契約を果たす。1年後の2007年にはメジャーデビューアルバム I Created Disco をリリースし、 イギリス国内で10万枚以上を売り上げ、ゴールドディスクを獲得した。そして2年後に発表した、セカンドアルバム、レディー・フォー・ザ・ウィーク・エンドも、同じく、ゴールドディスクを獲得。2016年には、リアーナとコラボした、シングル、This is for at you came for をリリースし、アメリカレコード協会、RIAA によって、プラチナディスク認定された。2015年3月頃から、 歌手のテイラー・スウィフトと交際していたが、2016年10月に発曲が報じられた。2007年6月18日、デビューアルバム、I Created Disc をリリース。UK にてゴールドディスクを獲得。2009年8月17日、セカンドアルバム、Ready for the Weekend をリリース。前作と同じく UK にてゴールドディスクを獲得した。 2011年8月19日、シングル、Feel So Close をリリース。全米シングルチャートでは、最高18位を記録。2012年10月30日、サードアルバム、18マンツをリリース。UK アルバムチャート初登場1位を記録。2016年7月18日、シングル、This Is f o What You Can For をリリース。アメリカレコード協会、RIA によって、 プラチナディスク認定された。ハリスは、今朝、ラジオから流れるクリス・ブラウンの新曲を聴いた時に、コーンフレークを喉に詰まらせそうになったよ。どういう意味かわかると、ツイッターでつぶやいた。これは、クリス・ブラウンの2010年の新曲、イエイさん X が、ハリスが2009年に発表した、I am not alone にそっくりだという意味であった。その後、ツイッターで、 クリス・ブラウンのファンから、あなたの曲なんて誰も知らないと攻撃を受けた。これに対しハリスは、何を言おうと、盗作は盗作だ。DJ、フランク・イ、e、ーのことをリスペクトしているけれど、彼は僕の曲を知っているはずだとツイートした。騒動の後、クリス・ブラウン本人が2曲を聴き比べた上で類似を認め、カルビン・ハリスの本名、アダン・リチャード・ワイルズを、 イエイサン X 作曲者のクレジットに追加した。ありがとうございます。